はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、名教高校ですね。今回は野手で、一応テーマとしては彼女枠で、新島ちゃんを使っていくという感じでやっていきたいと思います。まあ新島ちゃんは新島ちゃんですけれども、まあ一応今回はサンバ新島ちゃんで来てます。でデッキの編成はまあね、こんな感じになってて、まあ珍しいキャラといえば、チガーですかね。でチガーに関しては、コツ要因で、入れてきてます。まあ自身のね、金徳がカジバのバカ力、確定で、まあ骸骨のね、逆境も持ってて、かつサンバ新島ちゃんの場合は金徳がね、エースキラーになってますので、その骸骨の対エースを持っているということと、まああとコツが3つなんで回収しやすいかなというところですね。でパワーヒッター系は持ってはないんですけれども、まあ友沢と雷がいればパワーヒは回収できるでしょうというところですね。まあ友沢に関してはアベレージヒッターとパワーヒッターしかないので、もう本当に回収率は高いですね。と、あとは技術要因として箱崎を入れてて、まあ、ローリング打法の方もね、確定で取れるので打球伸び持ってますと。で、紫藤さんに関しても打球伸びを持ってますと。で雷も打球伸びを持ってますというところなので、まあ、打球伸びは5で、掴んでいきたいですね。でまた一応パワーちゃん用の選手なんで安打製造機は欲しいかなというところで、紫藤さんも入れてます。で紫藤さんね、使ってて思ったんだけど、やっぱりね、安打製造機の確定っていうのが結構いいねと思ってます。まあ、本当はね、なんかエプロン紫藤さんが来たら、普通の紫藤さんぶっ込もうかなと思ったんですけれども、一応パワちゃん用の選手でね、安打製造機結構重要だと思うので、まあ、それ要因で残しておくのもありかなと最近思ってます。でまともに関してはね、まあ、ちょっと今回金徳がどうなるのかは分かんないんですけれども、最近失敗が多いですよねというところで、最初のコツは箱崎か紫藤さんか。新島ちゃんの評価も上げていきたいんだけどな、まあ最初はコツでいきましょう。うん、ポイントか。やっぱり最初の方はね、コツが欲しいよね。で、楽譜の方は特にチームメイト評価が上がるようなものはなかったので、まあ、コツを見ながらいきますか。メジャーもね、試合権限点ボーナスだからね、回復力が発動してくれればいいんだけど、まあ、なんとも言えないね、これは。黒金っていうのは全体的にハーモニーボーナスがあるのか、パワフル高校も全体的にある。メジャーは筋力精神。じゃあ、これにするよ、4つあるし。2つ。で、揃ってますねと、揃ってるんだけど、新島ちゃんの評価を上げたい、監督評価も上げられるし、ちょっとこっちでいこう。レベル1は。まあ揃えに行くっていうよりも、まあ、うまく揃ったらいいかなっていう、そんな感じですね。まあ、まずはやっぱりね、評価上げが大切なんで、これでねチームメイト評価が上がる楽譜が来ると結構嬉しいんだけど、11% の 11% か、まあ、ここで2人評価上げられるか、ちょっと1回メンタルを挟みますか。特に音符は何にもないけど、結局ね、最初の方の低い経験点を狙って後々なかなか音符が揃えられないってなると、それはそれで無駄なんでね。まあここも評価だよね。まずは新島ちゃんを乗っけましょう。新島ちゃんはね、星4までいかないといけないんで、ルナちゃんと比べるとやっぱりちょっと大変だよね。ルナちゃんは速攻で乗るからね、告白だけだったら。で一応まあサンバ用のイベントもあるので、こういうのが発動すれば評価は上がるよね。5しか上がんないけど、メンタルで上げられんな、これはでかい。まあ、こういうのがね来た時は逃さずやっていきましょう。楽譜も揃って、評価も上げられて、体力も回復できると。で今回は体力回復でいきます。雷の荒領事ですね。よし、これでまた練習ができる。でコツがある。雷か。雷のコツはちょっと踏んでおきたいよね。パワヒとね、打球伸び持ってるからね。よし、とりあえず打球伸びは3でつかめましたと。ここは無理をさせないで体力を回復して、まあ、練習できるようにしていきます。2号くんだね、2号くん。でも2号くんの名前つけられるほど、結構この高校主人公人気者だよね。
にじまちゃん、コツはね、もらうときに強化も一緒に上がるんで、来てくれると結構でかい。雷のイベントが連続して起こってるね。で、音符、メンタルに音符が来てる。新島ちゃんはまだ乗らないか、まだ乗らないけど、ここはちょっとメンタルでいきますか。3人評価が上げられるんで、まあ、ここら辺をね、まあ、どっちを取っていくかっていうところですよね。ここは可憐にして、また体力回復して、とにかく練習だね、練習。もうタックが組めんな。よし、これは紫藤さんが組めんのか。新島ちゃんコツが来てる。意外性は潰しておきましょう。新島ちゃんのコツはね、もう全部3で潰しちゃっていいんで。どこ、意外性上の方だったな、まあ、今回別に、ただ絶対インコースが欲しいってわけではないので。明鏡高校のテーマ、インコース。ここでね、体力13下がるの結構痛いんだよね。で、どうしよっか。レーザービームか、外野だからな、欲しいんだけど、ちょっとまだ楽譜の揃いが悪いんで、まあ試合経験点ボーナスがちょっともったいないけど、回復力アップのあるこっちにしますか。で、あとはコツを、げ、新島ちゃんまだじゃん。さっきので言ったかなと思ったけど、まだだった。ちょっと紫藤さんと練習しよう。いや、結構きついね。友沢どうする。これは回復するか。割とね、体力上限を上げたいんだけど、まあ、ここまで減っちゃってるんで。で、誰、あ、これ紫藤さんか。で、新島ちゃんとりあえず乗った。あとは音符的にはそんなに揃いが良くないんで、雷の評価上げていきますか。で、金徳は進めていきます。コツがありつつ箱崎か。まあ、ここはまあ、評価も上げたいんだけど、ちょっとコツを取っていきましょう。練習か。打球の伸びはほんと5で掴みたい。立花とパフル高校、こっちか。うん、なんだろうね、何がいい。打撃練習しとく、ま、経験点はいいよね、やっぱり成功すれば。雷か。雷のコツ、なんかあったっけ、さっきなんか掴んだっけ、なんか忘れちった。打球伸びとか掴んだんだっけ、もう忘れたけど、とりあえずインコース掴んどこう。さて、じゃあここはコツでいきますと。パワーヒア欲しいよね。まあいいか、精神でも。で、ここは上で進めていきますと。必殺の一撃。練習はちょっとメンタルを見て、1か1っていうか1個か。新島ちゃんもう上がりきってるからね。寝るっていうのもまあ手ではあると思うけど、ただ回復力アップもあるからな。ちょっと1個揃えるか。12しか回復しないのか、レベル1だもんね。トライアングルなんて持ち歩いてんのかこいつら。さて、やった甲斐があって、ただ3つ来てるは来てるね。まあいいか、ハーモニーボーナス取っておきましょう。これは協力して、葉っぱ、コツ、箱崎、メンタルはちょいと微妙。友沢とかまだ乗ってないのか。まあ11月だからしょうがないといえばしょうがない。無理して練習する。あと2ターンでしょ。4までは絶対揃わないから、いや、箱崎、こいつコツくれねえな、なんか知んねえけど。うん、まあ
しょうがない。何にもないね。緑は揃えづらかったのかな。体力ないかな。楽譜を変えないでそのままにしときましょう。どうする？笑いにしよう。笑いじゃねえ、間違えてた。経験点を取っていこう。よし。じゃあ、あ、アベレージヒッターがあるじゃん。ちょ、これ狙いに行こう。技術敏捷。うわー、体力アップが発動しなかった。体力アップっていうか回復力アップが。ここは揃えに行きますか。ちょっと友沢の評価も上げつつ。新島ちゃんが来ない、来ない。まあしょうがない、そこは。血がもうまだか。血がただコツは欲しいけど、ここ3つなんだよな。まあいいや、まだコツを優先していこう。あんまり音符をね、優先しすぎるとそれはそれでコツが取れないからね。これはもう無理でしょ。これ何持ってきたっけ、アイテム。あ、カロリーバーか。これ取りに行くまでもないよね。友沢か。でも最終的になんか使わねえってことがあるからな。1個は使っちゃおう。じゃあよし、3つ揃えて次メンタルで揃ってくれれば一番嬉しいけど。うん、いいね。友沢コツは安定してる。ここでズキってならなかった、ならなかったけど、ヤシの場合はもう1回判定があるからね。あ、ここ回復する。どうせ1人だし。中吉、紫藤さんのコツで2つ揃えられる。あ、ここ4ついけるね。監督評価ちょっと上げとくか。これはどうしようかな。まあ、いっか、回復しとこう。まあ、次メンタルでいけそうな気もするけど、まあ、来ないかもしれないし。ローリングだほう。メンタルちょうど雷が来てるね。楽譜もらっておきましょう。てか技術が溢れそうだ、そろそろ。そう、この編成だとね、技術は大丈夫だと思うんだよね。てか新島ちゃんの告白は普通に来ないんだけど。ちょっと一回ミニトに振っとこう。で、敏捷はね、不足すると思ったんで、普通に総力アピールでは来てます。うわ、微妙だな。友沢コツか。パワヒを3で潰しちゃうかどうするか。筋力もね、余るって感じじゃないと思うんだよね、血が1人だから。いいや、ここはちょっと普通にコツをもらおう。阿部比でもパワヒでもどっちでもいい。アベレージヒッター、回復しとこう。ちょっとでも回復しとこう。あ、これ何がいいんだっけ、なんか忘れちゃった。これでいいや、いいやつ今さらいいやつになってもな。あと2ターン、ここでできればなんかこれだね。友沢から楽譜をもらいつつ、まあ、監督の評価も上がるし、これで阿部比は5にできる。ここで回復イベントが来たか。まあ悪くはない。箱崎って片目打ち持ってたよね。回収しときたいな。ワールド高校とバンプ、バンプはねチームメイト評価があるんだけど、もうここまで来ちゃうとねっていう感じだよね。雷だなこれは。技術は96もらえるけど、まだ溢れないか。キャッチャー以外だったら何でもいい。アベレージヒッター、キャッチャーあー、ここはまあ体力とかね回復できたんだけど、まあしょうがない。てか君の告白イベントが来ないんですけど。さて、あ、打球伸びがあるね。打球伸びを狙ってる間になんか回収できそうな気がする。レーザービーム狙っていきましょう。じゃあ全部発動した、一応全部発動した。新島ちゃんコツはもういいや。音符優先でいきましょう。
これは下。げー、変なやつが来た。まあ普通に行こう、普通に。まあ助かったは助かった、ありがたい。音符優先、音符優先。まあメンタルかね。そうすると体力を減らさずに音符回収ができるんで。これは信じてみると、金徳系のコツが回収できてないね。少しまた技術、技術どうなのこれ。なんか溢れそうな気がすんな。溢れそうだったらもうローリング打法ゲー256とか高すぎんな。そもそもこれで128か。ちょっと高えわ。コツ雷、箱崎、コツ。ただメンタルっていうのもありだよな。雷から回収したいのはもう絶対っていうのはないな。早急できれば欲しい、チャンスもまあできれば欲しいけど、悩む。体力を減らしたくないけど、カロリーバー1個あるからな。こっちにしよう。練習か。まあ、精神はちょっと今回使うからね。ここで体力減らされんのか。メンタルに何にも来てない。微妙な怪我率。あ、これいいね。これは美味しい普通に。よし、次はもう硬いね。次メンタル来てくれればな。だいぶ揃えられる確率が増えるんだけど。うわ、来てないか。紫藤さんのコツ、タック、あー、ダブルタック技術溢れそう、技術溢れそう。もういいや、回収しよう。ローリングを回収します。で、ダブルタック、さて一回メンタル挟んで、でメンタルでどれだけ音符を回収できるかだね。2かだったら、あ、これだな、これだね。で一回何にもないのも挟めるね。で本当はさ、こういうとこでデートしたいんだけどさ、新島ちゃんマジ何やってんの。さてメンタルに来てないか。メンタルだ、デートしたいんだって。俺はデートをしたいんだけど、デートをしたいんだけど、そのデートがないんだよ。メンタルに人がいないからな、そもそも。まあ、怪我してまでどうのってわけじゃないから、まあいいや、ちょっとこっち。だってもう4月よ。監督評価は、まあ試合に出ればなんとかなりそうだからね。これで体力を全開にしよう。次につなげる、レーザービーム。ここはまあいいや、適当に移動で。やる気は下がったんだけど。ひでえ。じゃあどうしましょうか。鶴瓶を狙いに行く。赤とかね、揃えらんないんだよね。この編成は赤きついんだよ。てかそもそも赤ってきつくないっていう。ここは新島ちゃんのコツか。まあ、いや3つ、2ターンずつで揃えていきたいよね、最低でも。どっかで3ターンゲー、とうとうひでえ、新島ちゃんの評価が下がった。いいけどさ。あ、メンタルでいこう。箱崎、ちょっとどの経験点も1回整備した方がいいな。固め打ち OK。 おい、マジ新島ちゃん何やってんの。D くらいにはできる全部。精神はやっぱり大丈夫そうかな。ただね、コツがないからね、敏捷足りてないよね。どうしても一回どっかで天空中を挟むか。これはメンタルだね。体力が下がった、危ない。練習してたらちょっときつかったな。おお、揃える揃える。これはもう本当に学優先。
どうだ、これ分からん。あ、掴んだ、一応掴んだ。ただこれも精神系だからね、精神ポイントも足りなくなさそう、足りなくなりそうだな。代打、パワーがないね。パワーが、ちょっとパワー上げとくか。パワーヒーどうする、アベヒアも取っちゃって、アンダー製造機も取るか。75か、ちょっと厳しい気がするな。自我とかそういえばタック組んでなくね、そもそも。おわ、3点取られてる。そうだ、やる気が普通だったんだ。しかし俺のローリング打法、オッケー。もう一回、もう一回待ってきて、待ってきて、危ねえ。ほらヒットであればいい。危ねえ、取られるとこだった。打点ついたからね。とりあえず監督の評価よ、もうここなんて。おい、マジで新島ちゃんが来ないんだけど。いやー、これもちょっと微妙だな。友澤、新島ちゃん、2つが限界、2つが限界はきついよ。まあいいや、友澤の固定にしとこう。パワーヒッターをもらえればパワーヒッターを回収しましょう。よし、さて揃わないね。ここで揃わないとかなり厳しい。次これでメンタルで揃えられれば最後にワンチャンはあるけど、もう無理だね。でもこれ体力減らされた、体力減らされたよ。さあメンタル、あるわ、一応ある。まあこれはやりましょう。最後の奇跡の1回で育つみたいな。あ、そうだ、これもう意外性もらってるから無理だよね、メンタル。いや、どっかで3ターンかかるとほんと厳しい。てかさ、赤12345、赤子は無理でしょう、普通に考えて。赤子は厳しすぎるよ。じゃあもう変えちゃおう、天空中央挟むか。もう打球の尾は取ってあるけどね。あ、これは帝王実業も敏捷か。ちょっとここはあれだな、経験点狙いで。いや、ちょっと待って、やる前に体力を回復させとく。てかもう6月なんだけど。おーい、新島ちゃんっていう感じだよ。でこっからちょっと手を実業、揃わない。メンタルで揃えていきましょう。いや、これマジで新島ちゃんが完走できない。だってカラデートなしでも6月の4週から始めないと無理だからね。これ完走できないとかあるの？ちょっと違う。お前とタッグを組んどく、今更だけど。でメンタルと一応見とく。あー、ダブルだけどちょっとタッグのねパーセンテージが低い人たちだから、ここはちょっとメンタルで。まあいいよ、固め打ちはちょっとコツをもらってあるからね。基礎値を上げていきますか。敏捷ちょっと溜まってるね。ただまあ総力、肩、守備全部敏捷使うからね。そして補給を使うからね。一応オール C、ミートとパワーもいけそうだね。でここで多分パワーヒッター取れると思うから、ちょっとこれで試合は勝ち抜いていきましょう。レーザービームがあるから、あとは肩と守備ちょっと重点的に上げていきたいね。打撃はまあ BB でいいかな。じゃあ、いやマジか、新島ちゃんっていうかそもそもイベントが完走できてないっていう。抜けたか。
俺何、9番なんでそんなに俺打撃悪い。みんな強いけどさ、確かにあのイベキャラの人たちとか、それにしたって9番ですか。うん、来ないね、普通に来ないね。友沢、コツをもらっときましょう。コツっていうか経験点だけど、敏将いっぱいくれるね。メンタルにはない。じゃあ紫藤さん、コツをもらいながら揃えていきますか。結局新島ちゃん完走できなかったと。ここでさ、だって告白、あれか、エピローグ経験点にも響いてくるのか。そもそも彼女になってないとエピローグ経験点も何もないからね。お待たせしました。なんか本当に西島ちゃんを連れてきた意味がないよね、これだと。こっちも回収できてないからな。リードで迎える3回です。ローリング打法と、阿部比はなんとかなったけど、違うか、全然コツくんないんだよね。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で桑山、今日3打点を挙げています。もうカウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた、打ちました、痛烈、いった。こういうさ、なんていうの、リードで迎える7回です。ノーアウトランナー、これはいい当たりだ。決定的にうまくいかなかった動画をどうするかだよね今、まあ自分でやっててさ、まあ、みんなが今見てるってことは公開されたってことだし、まあ、公開されなかったら何もないんだけど、でもなんていうの、このコンセプトの意味がないよね。ゲー1回で揃う、あと2ターンか。いいや、これちょっとカロリーあったよね、食っちゃおう。カロリー食って揃えちゃおう。ほい、よし、これで敏将はまあまあまあなんかなるかな。でチャンスももらっておきますと。さて、ここから譜面はもうコンプリートしてあるんで、どうしようかな。まあもう揃えられはしないから、結局総力はだいぶ余ってるね。技術なんだかんだで足りてない。メカニクスもらってるから、メカニクスは技術だったよね確か。一旦オール B にしておこう。メカニクスちゃんはどこだ。走塁プラス5、まあいらんけど技術をちょっと稼いどくか。何が発動しなかった、精神か。まあ1回でいけるね、これもらっとこう。なんか取ってないの、取ってないのはいっぱいありそうだな。切磋琢磨が146、ゲッ、これで精神発動しなかったの本当痛いな。レーザービームはまあ5だから取っておくでしょ。勝ち場も160かよ。メッタは取っておく、メッタはまあ安いからね、それは助かるかな。コツも箱崎からもらえたし、いやいかんせんさ、西島ちゃんの告白が来なかった、そんな嫌だ俺そんなに嫌いですか、私の桑山くんのこと。いいやつではあるけど、いいやつ止まりだったんだな、きっと。スライダー空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク。ちょっと打ちたい、スライダー、ボール、アウトコース高め、はっきりしたボール球、カウントは2ボール2ストライク。おー怖い、フルカウント。第6球を投げた、あーよーし、あ、ちなみに俺何番だった。4回の裏、あ、5番に昇格してる。予選でホームラン打ったからかな、いや関係ないんだけど、あいつは使えるみたい。9番にしとくのはもったいない。初球落ちました、掴んでこれで3アウト。追加点のチャンスを迎えました。初活かよ、好きじゃないんだよな。初球落ちた、抜けた、桑山。
まあ、ただね今ちょっとそんなに時間が取れないからね、もう一本取り直すかって言ったらそれは厳しいんだよね。これはちょっとメンタルもやりたいけど、技術欲しいんでここにして次確実に揃えようと言っても、まあこいつらに勝たなきゃいけないんだけど、でも最後の最後まで来てさ動画がおじゃんになるっていうのもね結構厳しいんだよね。まあメッセージのね高速化ができるようになったからだいぶ時間はね短縮できるんですけど、ここら辺で今30分くらいでしょ。だって前はやっぱりどうしてもね45分くらいかかってたと思うんで、長い高校だとやっぱりその1本の動画が終わるまで1時間くらいかかるのかな。意外にねこの試合が結構長いんだよね。ちょっとカットボールに詰まらされてんな。もう一本打っときたい。ホームランはやっぱりこれ入る。入ってきたか。うわ、キーワードい。これ大丈夫でしょ。見切っている。この応援曲みたいなの何。これも大丈夫。なんだかんだでフルカウント。おお、フォアボールかさて最後はちょっと技術を稼いでおきましょう。あ、こんなんあったね。そういえばいつも忘れる。なんかここでコツくれたらね美味しいキャラなんだけどね。雷でいいでしょう。まあ、技術プラス76か、悪くはないね。スカートさんの評価も上げつつ早急。アーサーくん、でどうする。とりあえず1個ずつ取って、ここら辺せっかくコツをね掴んだからね。で金徳関係を、まあ、火事場取るでしょ、せっかくだから。切磋琢磨もまあ取るでしょ。81か。敏将がだいぶ余ってるね。じゃあ足早くすっか。肩もいけるな。守備を上げると敏将ポイントがなくなるのか、敏将じゃない、精神ポイントがなくなるのか。でもまあ A にしとこう。じゃあ肩を S にするか。だったらなんか高速レーザーとか欲しかったけどね。でも高速レーザーってなんか強キャラで今高速レーザー持ってるやつっている。なんか割と最初の方からね出てる金属って。代打の神様とか結構レアだよね。代打要員作りたいんだけどさ、そもそも代打の神様って誰が持ってるのっていう。まあ小田切君とか持ってるんだけど、小田切君使わないっしょっていう。あー、クスカリバーか。やばい、完全に封じ込められている。こいつの聖なる力に。珍しく切磋琢磨が発動してる。一本も打ってないかんな。これは入れてきたね。ここでエクスカリバーを投げてくるとは。受け、かすっ。もう一回、よし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 。ランスだよ、モブキャラランス。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で桑山、今日はここまで3打数1安打。第2球投げました。入れてきたか。こういうの超厳しいよね。3球を投げました。これも入れてきた。第4球を投げました。よし、とりあえず1本は打っとく。なんだかんだ0点に抑えたな。どうだろうね。なんか全体的にうまくいったかって言われると、まあ、金徳も取れてないしね。そもそも楽譜の金徳も取れてないし、新島ちゃんのイベントが完走してないし、
まあでも今さ午前1時15分なんだよね。こっから撮り直すのはもうちょっときついし、この後俺仕事しないといけないから、最近ね朝まで仕事ですよというね愚痴を言いつつ、じゃあ早急キャラにしよう、早急キャラに、せっかくだから。あとはチャンス20丸にできそうだな。対左取っとく。あとなんかコツつかんでた代打はちょっといいや、こいつは代打要因にはなりえないから。ああ、いぶし銀取っとこう。あでゲッツー崩しを取ればだいぶいい感じにさばいてるね。いや、もうちょっと、まあ今回どうだろうね。まずそもそもイベントが完走できなかったっていうのがね、これってあれ見れんだっけ、デッキ。前と後のイベント数は普通だと思うんだけどな。だって新島ちゃん前でしょ、友沢は後イベだから、重い人はだって、ちょっと金徳見ながら、ちょっと金徳見ながらもう一回、アンダ製造機は紫藤さん前でしょ、紫藤さんは別に普通で、めった打ちの雷は後でしょ、で、火事場の違って後でしょ、だって血が後でしょ、で、切磋琢磨のまとも、まともはちょっとイベント重めだけど後でしょ、で、ローリング打法、ローリング打法は前、箱崎前だよね。めった打ち、火事場、切磋、ちょっと待って、血がだけが気になるな。これ違うが前だったら動画見直せばいいんだけど、ちょっと今収録中だから、いや違うは後のはず、違うが前だったらちょっとバランス的にあれだけど、違う後だよね。そう、違う後だから、めった打ち、火事場、切磋琢磨が後で、ローリング、アンダ製造機、エースキラーが前と、でかつ新島ちゃんなんてイベント1個多かったとはいえ、それでも3つだからね。ちょっとだいぶ誤算だったな、ここが。まあいいや。まあ愚痴ってもしょうがないんで、まあこういうこともありますということで、まあこれは普通に公開します。もうここから取り直すのはめんどくさいんで。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。まあ迷宮はね、あとうまく音符がだいぶはまってくれると、強くはなると思いますので、ちょっと今回はね、あまりうまくいきませんでしたけれども、まあ一応少しでもなんか参考になるところがあればと思いますので、また次回、よければ見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。